はい、歌美野です。じゃあ今回も三国茶道やっていきたいと思います。この動画はですね、かなり久々に三国茶道の動画を出してると思うんですけど、まあいろいろありまして、まあネタがねあんまり見つからなくて、まあなんて言ったらいいんでしょうか。甲状腺をしても、まあ何回か収録撮ってたんですけど、すぐ終わったりとかね、なんかこう見応えがないかなみたいなところがありまして、はい。で今11月3日なのかな、なのでもう今ギリギリ君主戦をやってるんですよ。で今回のコンセプトなんですけど、君主戦を美課金でもまあなんとか、まあすごいね、まあ重課金の方にもなんとか対抗できるっていうね、動画を作成しようと思いましたので、はい。まあなんとかそんな感じに、うまいこと、まあうまいことというかね、まあこういう、まあ芝居とか使ってるんですけど、まあこれは後で説明するとして、一応、まあまあ戦えるようになったので、一応それで、一応って何回も言ってますけど、はい。ちょっとそれをご覧にいただけたらなと思います。はい。じゃあちょっと一回やってみましょうか。で、あとでちょっとまあ、舞台の方は、編成の方はちょっと説明しますので、よろしくお願いします。じゃあやってみましょう。勝てるかな？今、ポイントが800ぐらいなんで、まあ、強いんですよ、相手が。なぜこれ、美課金でもっていうかっていうと、その、馬長とか、関羽とか、もうカーストばっかりなんです、向こうが。20秒戦法の。なので、まあ、それでも、あ、君主見つかりましたね。それでも、なんとか負けないぐらいにはなったので、まあ、お見せできればなと。まあ、これ最終日なんで、次回以降はなしになりますけどね。あ、強そう。さあ、やっていこうぜ。来いよ、これだ。来いよ。来いよ。私は結構最後、最初は防御的な感じで行きたいんですよ。あ、来たな。うわー、張飛が一番嫌なんですよ。張飛は張飛で対応するしかない。あー、来た。早っ。早っ、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 早っ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。今回勝てないじゃん。強っ。この芝居で、なんとかするっていうのがその最初の手なんですけど、早いな、向こう。軌道がめっちゃ早かった。うわ、強っ。なんとかなんねえじゃん今回。あ、なんとかなる。あー、ダメだな。ダメか。ダメっぽいな。平穏に暮らせるように負けるか。しょっぱなから負けるっていう可能性ある。お、結構要所削られたな。うわー、連続できたな。馬長が強いんですよ、向こうの。なんとかこれ、勝てる？勝てる、勝てる？誇り高く、汚れなく。いざ！うわー、こっちかなり削られちゃいましたね。これがきついな。向こうこっちから来ますね。これ芝居と、出し抜こうとは。これはちょっと大器を使った方がいいかな。進軍いたします。カーンと馬長で攻めるという感じ。片腹痛いわ。さあこんな感じで向こうをやっつけながら守っていく。うわー、あ、押した押した、やべやべ、負けんじゃん普通に。普通に負けるっぽいな。普通に負けるくさい。負けた、負けるやんけ。これで守ってなんとかするっていう作戦だったんだけども。それでは行ってまいります。いつも守れるんですよ。でもこっちも結構、あ、向こうが結構攻撃っぽかったからかな。金馬長がな、なんとか
こっちも攻めていきましょう。そしたら平穏を乱す者を皆が、よし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 、出し抜く良い報告ができそうですね。あーでも 97% 削られちゃった。張飛をこっち向かわせたいけど、こっちがね今、あでも勝てるかもしれないな。勝てる、先方が出せれば勝てる。あ勝てますね、勝てる勝てる。あぶねー、あぶねー。基本的にこのなんだろう、3部隊4部隊ぐらいで守るんですよ。まあそれがやり方って感じですね。うん、危ねえ、勝ったかな。いや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 、やめてちょっと典型的な勝ちパターンとはね程遠かったですけど、あと10秒なんで多分勝てるでしょう。向こうの先方が多分いかないんで、うん、まあ勝てるかな。よし勝ちましたと。ハハ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 。あお、テーマの音がなくなったの急に。今900ポイントなんで、まあ順位的にはまあ57位まで上がりましたかね。これ多分1000ぐらいまでは勝てると思うんですよ。で、あのもう本当にこの上の人たちって、あの馬長とかも重課金の方がすごいんで、これでなんとか勝っていく。うん。ということで、ちょっと今からちょっと編成の方をね、ご紹介させていただきたいかなと思います。はい。では、君主戦の方、編成の方を見ていきたいと思います。まずこの君主戦については、とにかく相手の部隊を倒さないといけないので、もう20秒戦法、もしくは、張飛みたいに、まあ、16秒ぐらいで打てるような、うん、ただ私、この張飛の持ってないんですよ、ひょうたんというか、うん、これがないんで、14秒で打てないんで、それがちょっと難点ですかね。それでもまあ、ある程度勝てるので、で、一番のコンセプトはこれ、弁士ですね、うん、弁士ですよ。弁士やばくないですか。弁士15秒戦法なんですよね。戦法なんですよね。で、敵の3部隊、まあ、向こうが来た部隊の強化効果をね、まあ、強化抑制を付与ですね。半分にするんですよ、敵の強さを。50% 減少する。なので、基本的に強さが 50% 半分になるという感じなんですよ。まあ、それと、あと、張量とかね。あ、これ違うわ。張量がいれば、大物特攻も 50% 減りますし、まあ、ていうか、これ15秒なんで、連載率がすごく低くなるんですよ。なので、加工園とか入れたりとかね。まあ、ここら辺はちょっと、まあ、まだ改良の余地があるかなと思います。はい。あと、芝居がすごく重要なんですけど、これ芝居、見ていただくと分かるんですけど、各省を入れてるんですよね。各省の主勢、まあ、これで 10% 以下なら10秒に 10% になるんですけど、先方ゲージが。なので馬長より早く打てるはずなんですけど、なんか打てなくていい風をいつも食らうなみたいな。で、結構ダメージを食らって要所陥落とかがあったので、なんだろうと思って、で敏活も積んでたんですよ。ピンカツも4ぐらい積んでたのにダメだから。ということは、イフって多分弱化効果ですよね。弱化無効のね、岩原をこれ入れれば、ローレンがあれば弱化無効なんで、そうすれば、たとえ向こうがね、イフを使って馬長で攻めてきても、まあその後すぐ打てるかなみたいな感じで、それから少し安定したかなって感じしますね。あとはカーンウ、これも20秒戦法なんですけど、このカーンウは周走を入れて、まあ大物をちょっと上げてるって感じですかね。本当は馬頭とか UR 馬頭とかあればいいんですけど、私持ってないんで高孫さんばっかり引くんですよ。あと普通に馬長ですね。
馬帳、あ、ここに入れたいかな、本当は UR 馬刀を、うん、まあ、まあこれはいつも通りなんですけど、このまあ馬帳隊は皆さんご存知の通り剛力編成なんですけど、私馬帳がね星2なんでね、うん、なので本当に美課金ですよね。典型的な私もあんまり課金をしてなくて、そんなに星が集められてない、もう交流で増やすしかないみたいな。なので剛力を増やすために、まあ馬長がもともと持ってる剛力と、あと太子寺、太子寺ですね、うん、太子寺の剛力、まあ貫突一応してるんで、あとは文集、まあこう太子寺がいなければ何でしたっけ、顔料でもいいと思いますよ、うん、まあ、剛力を積む感じで、であとは劉備にこの剛力、この弓部隊じゃないや、歩兵部隊もね使えるような、まあ歩兵部隊の武器も劉備は使えるんで、まあ、これは剛力の技能プラス1なんで、これをね劉備につければ、まあ、剛力が増やせるかなと。まあ、18% アップで、攻撃力は2207、もうちょっと上げたいんですけどね。なので本当はここに大仏編成を入れてもいいかもしれないですね。うん、こうすれば相手の向こうの要所を陥落できるかもしれない。であとは、まあ、張飛で、張飛に、まあ、諸葛亮を入れてますよ、うん34% なんで、まあ、ある、まあまあ出るかな、みたいな。あと、孫昌公のは別になんか微妙ですよね。ここ改良の余地あるかな、みたいな。ただ、その連載率が結構いいんで、37%。なのでいいかな、みたいな。補佐とかあんま気にしてないですけど、なんか挑戦入れるとなんか強くなるんですよ。攻撃力が2000とかいくんで。うん。まあ、張飛隊は、あとは氷炭持ってれば、向こうよりもね強くなれるかな、みたいな。あと中トン編成なんで、この中トンのね名工外を一応つけてますけど、まあこれ微妙かな。うん、次弁士、あ、弁士は先ほど言いましたね。うん、あと弁士のここに砲塔を入れてるんですけど、これは砲塔のこの一応ね、名砲がこの前まあ、2周年記念みたいな時にね選んで手に入れたんでね、うん、これで連鎖率が確か 1% 上がると勝ったかな、うん、どっかにあると思うんですけど、これですね、うん、舞台の前方速度 4%、 副長の連鎖率 1% アップ、これで連鎖率を上げてると。ここの曹操に関してはまあ別にみたいな感じですね。あとこの大凶、うん、大凶は当初は攻撃、関羽とか馬上とかと一緒にね、突っ込んで、まあ、回復させつつ向こうの要所を陥落させたいかなと思っていたんですが、この頃防御に使ってますかね、うん、なぜかというとここに、まあ、小凶がいるんで、小凶はもう完全に向こうの弱化効果デバフ持ちなんで、うん、強化効果を2つ解除し、2回の強化無効ですからね、弁士のさらに上位互換みたいな、うん、そんな感じで敵の強化を無効にして、あと弓兵を入れて勝手にね入れてる感じですね。これも命中率を下げる感じなので、関連、まあ会心発生はおまけみたいなもので、うん、命中率をね、防御を下げたり命中率下げたりとかして向こうの部隊を倒していく、うん、でここに甲冑がいるのは弓兵のね連鎖率を上げる急進だったかな、この前星が4に確かなったんですよ、うん、星4になったので急進2がつけるようになったんでね、うん、これで弓兵の連鎖率が 2% 上がる、これで 38% ぐらいかな、うん、まあ、ここの超運は別にまあ、あんまり関係ないというか、まあ、そんな感じですね。うん。あと、この9とか10とか11とか、この下の数字はなんかここのレベルですね。騎兵レベル5とか。これのなんか総合みたいな感じらしいです。なので、ファントスとかしてなければ、
ベンシなんかまだ、3なんでね、星が。で、歩兵レベル3なんで、多分ここら辺が影響して7になってるみたいな。うん。まあ、逆に星を上げなければ、まあ、早く兵を出せるかなっていうのも、まあ戦略の一部としてあるかなと思ってます。なので、ベンシを、まあ、レベルとかグレードはマックスにしてますけど、まあ、星を上げなくてもいいのかなと。うん、まあでも能力高くなんないんでね、そうすると、うん、まあ、そもそもこれ千里口で星3までしか上げれませんし、うん、すごい課金してる方はね、あのなんだっけ、あの戦術とかで上げられると思うんですけど、私はそんなにそんなことできないんで、あんまり課金してないんで、はい、まあそんな感じですかね。基本はやっぱり先ほども言いましたけど、関羽と馬超で攻めて、時によっては、大凶も一緒に行って、まあ、回復させつつ、相手の部隊がいたら回復させつつ、向こうも着火しながら、こっちが攻撃をしていく。まあ、向こうがすごい攻めてきたら、これで守るみたいな感じですね。基本は、芝居と弁士で守る。あと、もう片方には長飛で守る。まあ、そんな感じです。はい。まあ、これで一応説明は以上になります。はい。ご視聴ありがとうございました。一応ね、すごく久々のね、あの収録で、まあ一応、まあまた一応って言っちゃいましたけど、まあ弁士を使ってるって言ったら、動画出してほしいとかっていう声もありましたんで、一応ね、出してみました。はい、よろしくお願いします。では、失礼します。